ってらっしゃい。昨日の碧南市長選で初当選を果たした新人の小池由紀子さん。今回の選挙戦、現職をめぐるあることが争点の一つとなる異例の展開となりました。本当は何なのかがみんな知りたかったんですよ。ずっときちっとね、やっぱり説明をしてほしかったなって、リーダーであれば。今回の碧南市長選には小池さんのほか、現職の根木田正信さんなど3人が立候補。争点の一つになったのが根木田さんの旧統一教会との関係でした。根木田さんはこれまで旧統一教会の関連団体主催のイベントピースロードへ参加するなど親密な関係が疑われていました。現時点でも一切今後立つとは、法の下における平等なので法でちゃんと決めてくれれば一切立ちますよ。そうじゃない、ないのに、自分の考えだけでやれるような、それは、平等という立場からすると一種の人権侵害じゃねえかな。旧統一教会との関係について説明不足と指摘を受ける中、5期目を目指し出馬した根木田さんに対し、小池さんら対立候補からは、市民に対してどう責任を取っていくのかっていうところの中で、私はリーダーとしてはふさわしくないんではないかなと思います。旧統一教会の市、碧南市というレッテルが貼られてしまいます。これに対し根木田さんは、市民の皆様がですね、心配されておりますので、今は一切お付き合いをしておりません。また今後ですね、差し控えるという状態を続けていきたいと。そして昨日、バンザーイ、バンザーイ。選挙戦では学校給食の無償化など子育て政策を中心に訴えた小池さんが、根木田さんへの批判票も取り込み当選。根木田さんにおよそ5000票差をつけた圧勝でした。愛知県内で自治体のトップに女性がつくのは長久手市の佐藤市長に続いて2人目です。おはようございます。いってらっしゃい。気をつけて。女性の組長としてしなやかにっていうのか、きめ細やかに市民の人たちとの触れ合い、そして行政を進めていくっていうことができてくるといいなと。女性市長の誕生に市民からも期待が寄せられています。初めての女性の市長さんだったんですけど、やっぱり期待するところは大きいので、やっぱり今までのやり方変えていってほしいなっていうのはあります。男社会っていうのが蔓延してるじゃないですか、どこでも。よりもやっぱり女性の方が、息子も女性でよかったって言ってましたね、やっぱり。異例の選挙戦を制し、女性として県内で2人目の自治体トップとなった小池さん。市政刷新を願う市民の期待に応えることはできるのでしょうか。